ランプラジボーイのランプラジオ。これから君の取り調べを始める。正直に答えてくれ。よろしくな。君のまず名前を教えてくれ。山田太郎。なんかありふれた名前だな。それじゃちょっとあの絵にならないから、もうちょっと違う名前にしてくれ。うん、山田花子。女になっちまったな。うん、ちょっと困るぞね。もうちょっといい名前だな。よし、例えば小林直樹なんどうだ。うん、いい名前だろう。俺の名前なんだよ、本名。よし、小林直樹決定だな。よし、小林直樹イケメンイケメンこう、いろいろつくんだよ。もう、形容詞がつくような感じだな。あ、いい名前だ。うん。よし、それにしよう。うん。まず、アリバイを、ちょっと聞きたい。君は昨日の夕方、5時半頃、何やってたかな？家にいた。家にいた。まあ、お前ちょっと嘘つくんじゃないよ、お前。嘘つくんじゃないよ。え、本当だ？本当じゃないよ、お前。お前住んでるな。住所から言ってアパートじゃねえか。アパート名書いてあるんじゃねえか、お前。アパート名書いてある。アパートに住んでるんじゃねえか。まるで自分が建ててるようなこと言うなよ、お前。なあ、書いておくな、じゃあ。5時半頃、欠陥住宅にいた。よし、OK。な。それで、君の生年月日、生年月日をしてくれ。ね。はい、江戸時代、江戸時代。あ、私はあの、少女時代が好きだって、今いなくなったな。あの太ももがな、あの太ももばっか見て、顔覚えてねえんだけど、太ももばっか見ちゃってな、あの揺れる。猫と一緒でね、本館ね、動くもの見るとニャーって言っちゃうからな、太ももプルプルはダメだな。な、あれはもう、ちょっと弱いな。うん。よし、もうこずっと取り調べ、ちょっと長くなるけど、なんか食いでもなるか。カツ丼が食いたい？お前取り調べといえばカツ丼、お前テレビの見過ぎじゃねえか、お前。テレビの見過ぎって言ってんだろ、お前。違う、お前。V シネマの見過ぎだよ、お前は。本当に。なあ、言葉に気をつけろ。俺のレベルに合わせてくれ。なあ、頼むよ。じゃあカツ丼か。じゃあ待ってろ、待ってろ。どうだ？ほら。3日前カツ丼食ったんだよ臭い。あ、ごめん、さっき焼肉定食でニンニク多め食ってきたんだよカツ丼とあの焼肉のちょっとコラボでちょっと送ってたけど、エアー、これが本当のエアーカツ丼だ。いいか、あの2000円だけあと請求書回すから。ね、高い高いでもちゃんといいか、今のこの呼吸法ね、な、ラマーズ呼吸法でな、まあ、ヒッヒッフーって言ってカツ丼の匂いでやっただろ。それでおめえ食ってる時だって俺だって一生懸命食ったんだぞ、お前。お前のために、3日前カツ丼。おめえ米食った時におめえ30回噛んだからな。でんぷんから糖に変わったからな。化学反応を口の中で起こしたんだ、お前。大変だったんだぞ。何も考えねえで腹一匹食っただけだけどな。なあ。はい、無駄事が多いね。はい。容疑者に多いんだよ、無駄事が多いんだな。本当に。あ、そろそろ本当のこと言ってもらうか、ほら。あ、眩しい？眩しいじゃねえ。俺の心が貧しいんだ、こういうことやるから。なあ、こういうあの、国家権力を使ってお前をいじめる。これがもう貧しいっていうことだ。わかったか。なあ、はい、貧しい。あ、いいですね。ちょっと漢字わかんないからな。ひらがなでやってるけど。まあ、見汚ねえ字。バカやろ、これお前、象形文字書いてんだよ。お前に読みっこねえだろ、バカが。不思議な暗号なんだよ、お前。なあ、俺も考え方不思議だけどな。まあ、それでだ。ん？喉乾いた？しょうがねえな、これ。飲め。あ、飲んでくれ。あ、美味しいだろ。ミネラルたっぷりなんだよ、おめえ。え、なに、警察はなに、こんないい水出す？お、違う、ドブ川の水だよ、それ。美味しいだろ。甘いのは多分、ミジンコだわ。ミジンコ入ってんだよ。長野県民、虫食うからな。まあ、腹の虫が収まらない？な、俺だって言わしてもらえよ、おめえ。お尻の虫と、腹の虫じゃねえよ、おめえ。足の虫が収まらねえよ。幼虫と水虫だよ、おめえ。そんぐらい察しろよ、お前、ほんとに。本家あんまりバカにすんじゃねえぞ、ほんとに。自らバカにしてる。よし、OK ですね。ねえ、そうそう、いろいろあると思うがな、お前もな。とりあえず、本当のこと言わないとな。な、本官もちょっともう傷つけたくないけど、お前に付き合ってしやんねえんだよ。なあ、本当に若い女の子に付き合ってくんねえからさ、もう、だからお前に付き合ってんだよ、しょうがねえから、おめえ。なあ、はい。じゃあちょっとおめえこれ使っていいから、使ってよ。使ってよ、ほら。あ、打ってみろ、おめえ。ほんほん、打ってみろ、早く。もし来い、来い、よし。はぁ、暇。よいしょ、危ねえ、おいおい。なかなか言うにしてんじゃねえか、おめえ。真の像ついてたぞ、お前、バカめ。もう一回来い、もう一回。もう一回来てみろ、もう一回。もう一回。押し来い！押し来い、ほら！打ってみろ！
てき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 て大丈夫かお前。血出てるけど。な、大丈夫かな、下の方だったらうんちになるけどな。な、ちょっと気をつけろ。な、茶色と赤は違うからな。ね。まあ、とりあえずこれで血液型お前が測るからな。これで嘘はつけないと思う。な。まあ、とりあえずまあ、悪いことしないように、これからな。うん。な、すいません。本館の顔悪いけどな、性格も悪いんだよな。悪いのは本館の顔と性格。何書かせんだよ、お前。懲役3年でいいかな。懲役3年、どっちがいい？どっちがいいかな。じゃあ、こう、鉛筆だ。このシャーペン、こっちタオルだら、懲役3年。こっちタオルだら、無罪な。無罪な。行くぞ、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 念じろよ。こっち、懲役3年、無罪だからな。行くぞ、おい。わあ懲役3年で助かったな。懲役3年。ね。ね。もう一回やれ。あ、だからもう一回やれ。はい、6年。だってに足し算ぐらいでできねえだろ、おめえ。2回タオルやったって3足す2だ、3足すかける2じゃねえか、おめえ。待ちに行っちまったじゃねえか、おめえ。シナリオねえんだよ。シナリオが。まあ、とりあえずは、ね、あ、懲役6年、ね。はい、オッケーです。君の罪？なんで取り調べしてるか？いや、まあ、とりあえず、あれだ、本から取り調べまだやったことないもんね。練習だ、ね。ちょっと練習で、ちょっと暇そうだったじゃん。顔してたもん、付き合ってもらったんだよ。だから、お礼として懲役6年だな。しっかり、しっかりな。ご飯出るから。ね、うん、カツ丼食いだけ言ってくれ。3日前に食ったんで、3日前に。ね、もう他のもの食いて。しょうがねえな。ちょっと待ってろ。甘いものでいいか？待ってろ。よいしょ。はい。よし。よいしょ。うわ、すごいな、おい。3年前に焼きも食ったんだよ。熟成しまったな。匂いも熟成してた、これな。取り調べ室で本館と、容疑者、謎の死を遂げる。あ、三途の川で待ってるわ。